はい、皆さんこんにちは、ナードです。まあ、こんにちはというか、こんばんはですね。夕方です。前回作りましたこちらのね、自分のバーベキュー場なんですけども、あれから3、4日ぐらい経ってまして、風の強い日とかもあったんだけど、なんだかんだね、ちょっとギシギシはするものの全然持ちこたえてくれてます。で、本日はですね、夜間撮影にも対応できるように改造していこうと思います。まあ、改造っていうか、本当投光器つけるだけなんだけどね。こちら投光器2つ設置していきます。この投光器ね、充電式で、ここがね、自由に動いて、壁にかけたりだとか、スタンドにも接続できるね、めっちゃ優れもんです。まあ、設置って言っても取り付けめちゃめちゃ簡単です。こういうね、100均で売ってるフックをこうかける、もう一つこうかける、まあ、適当に狭めて投光器をセットするだけでございます。角度つけたいときは、まあ、こんな感じで角度つけたりとかで、充電するときはもうパッと外して、さらにこのフックは取り外して好きな位置に移動することもできると。で、もう一個は端っこかな、こんな感じで。では簡単ではありますけども、設置完了しました。で、本日はですね、せっかく投光器も設置したということで、もう間もなく日が暮れますんで、夜間バーベキューとしゃれ込みましょう。はい、というわけでですね、あれから丸24時間ほど経過いたしました。はい。いや、後ね、夜撮影しようかと思ったんですけども、なんか日が落ちたら急に風が強くなってきちゃいまして、まあ仕方ないのでね、1日ずらして撮影しております。こんな、だいぶおふった格好しておりますけども、まあこれもね、家でバーベキューをやるメリットということで、ゆるーくやっていこうと思います。で、本日使う食材がこちらです。こちら、大量のホタテとカキでございます。実はですね、3月の終わりぐらいに俺のやってるバンドのメンバーたちとパーティーをやろうって話があったんですよ。まあ、なんですけど、3月の28と29か、初めての外出自粛要請が出てしまって、見事にそれと重なってしまってね、まあさすがにこれはやめといた方がいいだろうっていうことで、そのパーティーが中止になっちゃったんですよ。で、メンバー内でお祝い事がいくつか重なりましたので、そのパーティーは俺プレゼンツで結構豪華に行こうじゃないかと、がっつり美味しいもの食べてもらおうじゃないかっていうことで、これを注文してたんですよ。で、結局そのパーティーが中止になってしまいましてですね、コロナウイルスがね、収束したらまたパーティーをやろうっていう話にはなったんですけども、まあ実際それがいつになるかわからんと、実際しばらく様子は見なきゃいけない状況だと思うんで、まあ冷凍庫でね、凍らせて置いたとはいえ、何ヶ月も前の生ものですって言うとさ、嫌じゃん。まあ、というわけでですね、このホタテとカキは全部俺が食います。はい、お酒と一緒にいただいちゃいたいと思います。じゃあまずこれはどかして、火つけていきましょう。ではある程度全体に火が回ったところで、ここにね、これ炭です。オガタンっていう炭です。これを投入していきます。ごとくセッツ、そして網もセッツと。じゃあまずはホタテから焼いていきます。よいしょ。
りあえず全然全部乗らないから4個ずつ焼きましょうね。あちゃ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 ち。ではこちら焼き上がりましたホタテいただきます。これバター醤油味です。いただきます。はっけあ、一口でいくにはでかすぎたねやべ最高にうまい。この残った汁もいただきます。うまっ。どんどん行こう。これは醤油だけです。もうどっち食っても最高っすね。ホタテって本当にうまい。ではここらで1本いきましょうか。本日のお酒はねこちらでございます。レモンド塩レモン。前から飲んでみたかったんですよね。なんかすごい人気だよねこれ。はい、では皆さん本日もお疲れ様でした。乾杯。レモンサワーって感じですねごめん俺にはあんまり違いがよく分かんない。でもなんか氷結とかよりはすっきりしてて飲みやすいかな。ホタテの食べ応え素晴らしい本当にまあとりあえず次は牡蠣いきましょう。よし、では牡蠣焼き上がりました。でこの牡蠣は半分はそのままでもう半分はポン酢でいただこうと思います。柚子の村宇和島村ポン酢。ではまずはそのまま味付けなしの牡蠣いただきます。うん、牡蠣うまっ。やべ最高。やっぱ牡蠣って本当に美味しいっすね。よいしょ。
じゃあ続きましてポン酢の牡蠣。ああ、うまじ村ポン酢うまいね。いやもうそのままでもさ十分塩味効いてて美味しいんですけど、このうまじ村ポン酢の酸味がね、もう本当にこう牡蠣の味を引き立ててくれるんですよね。めっちゃうまい、最高。牡蠣の美味しさ、ホタテの美味しさなんてもうみんな分かりきってると思いますけど、それでもうまいね。今まで幾度となく牡蠣もホタテも食べてきましたけど、全然飽きないね。飽きるっていうか、もう毎回新鮮な美味しさを感じられますよね。もう本当素晴らしいと思うわ。いやー、食った。さすがにあのホタテのボリュームと牡蠣6個も食ったら結構お腹いっぱいになっちゃいましたね。まあお腹いっぱいの状態で無理して食べるってのもあんまり良くないんでね、まあ、今日はこの辺で終了としておきましょうかね。とりあえずこんな感じでですね、本日は殻付きホタテと殻付き牡蠣いただきました。ごちそうさまでした。この自宅バーベキュー場は、まあ、今後ね、いろいろとパワーアップさせていこうと思いますので、まあ、動画でその都度少しずつやっていく感じにはなると思いますけども、今後にご期待いただければと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。